国道196号は、松山市の西堀端を起点に、西条市の小松町付近を結ぶ、高輪半島を回る国道です。総延長は 81.7km、原動は 78.7km で、全国297位の長さです。松山から瀬戸内海沿いに北上し、島並海道入り口の今治に入り、再び南下して西条に至ります。 起点の西堀端交差点付近に国道196号の道路原表が設置されています。松山城外周の堀沿いにあり、小さいながらもわかりやすい原表です。松山市内の松山間長線が国道196号に指定されていましたが、2021年4月より市道と県道へ降格しています。今治で西都道、通称島並海道と接続しています。 平行する今治小松道路が事業中のため、完成すれば渋滞緩和が期待されます。松山から西条まで国道196号で走破すると、約1時間40分かかるようです。